メルビン・マヌーフは、オランダの男性総合格闘家。キックボクサー。スリナム共和国パラマリボ出身。元刑事レイジ世界ライトヘビー級王者。元イッツショータイム 85kg マックス世界王者。ベラトル世界ライトヘビー級ランキング10位。以前は、オランダ現地の発音に近いメルビン・マン夫婦と表記されていた。2002年2月24日、K1 ワールド GP2002。 世界地区予選オランダ大会で開催された地区予選トーナメントの1回戦でレミー・ボンヤ・スキーと対戦し判定負け。2005年9月10日、刑事レイジ13の刑事レイジ世界ライトヘビー級王座決定戦でファビオ・ピエモンテと対戦し、パンチデコ勝ち収め王座獲得に成功した。2006年3月15日、ヒーローズにて大山春吾と対戦。 打撃連打で対戦を出血させ、一子子勝ち。2006年5月13日、K1 ワールド GP2006 インアムスターデムで開催されたヨーロッパ GP 予選トーナメントの1回戦で、二平ら達分と対戦。一方的に攻め続けて、ダウンを二度奪い一 RKO 勝ち。左手を負傷したため、準決勝を棄権した。2006年8月5日、ヒーローズ。 ライトヘビー級世界最強王者決定トーナメントの準々決勝でクラウスレグレーシーと対戦しグラウンドパンチの連打で一四個勝ち。2006年10月9日ヒーローズライトヘビー級世界最強王者決定トーナメントの準決勝で大山俊吾と再戦しパンチの連打により小勝利。続く決勝戦では秋山義弘と対戦し 腕ひしぎ十字固めで一本負け、王座獲得を逃した。2006年12月2日、K1 ワールド GP2006 決勝戦のリザーブファイトで、レイセホウと対戦。ローやハイキックで攻め続けるも、セホウの右フックでダウンを奪われ、1RKO 負け。2007年12月31日、K1 プレミアム2007ダイナマイトで西島洋介と対戦。 スタンドでの攻防の中、西島をテイクダウンし、マウントポジションからのパンチで小勝ち。2008年5月11日、ドリーム初参戦となった、ドリーム3のミドル級グランプリリザーブマッチで、キム・デウォンと対戦し、グラウンドでの頭部への膝蹴りにより、TKO 勝ち。6月15日、ドリーム4のグランプリ2回戦で、桜場和志と対戦し、TKO 勝ち。 2008年9月23日、ドリーム6のミドル級グランプリ準決勝で、ゲガールムサシと対戦し、三角締めで一本分け。2008年12月6日、K1 ワールド GP2008 ファイナルのリザーブファイトに出場し、ポールスロウィンスキーに左フックで小勝ちを収めた。2008年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2008で、 マーク・ハントと対戦し、右フックでダウンを奪うと、パウンドのレンダーで小勝ちを収めた。ハントと対戦予定であったジェロ・ムレ・バンナのインフルエンザによる欠場で、試合数日前にもともとこの大会に参戦、予定であったマヌーフの代理出場が発表された。2009年3月28日、K1 ワールド GP2009 イン横浜の第2大 K1 ヘビー級、 王者決定トーナメントに出場。一回戦で前田慶次郎と対戦し、カウンターの右フックで小負けを喫した。2009年5月16日、イッツショータイムにて、ステファン・レコと対戦。1.2R と打撃を当てられず厳しい展開となるが、3R 途中にレコがステップを踏んでいる最中に突如、自ら足を痛めてしまい試合が中断。試合続行不可能となったため、 マヌーフは思わぬ形で TKO 勝利を得た。2009年7月20日、ドリーム10でパウロ・フィリオと対戦。序盤、フィリオを攻めたが、タックルにつかまり腕ひしぎ十字固めで一本負けを喫した。2009年8月11日、K1 ワールド GP2009 イン東京で行われた、ファイナル16クオリファイング GP に出場。1回戦で、 ラマザン・ラマザノフに小勝ちするも、右足列勝のため、準決勝を棄権した。2009年9月26日、K1 ワールド GP2009 イン、ソウルファイナル16のワールド GP1 回戦に、推薦枠で出場。前年の王者レミー・ボンヤスキーと対戦し、判定負け。2009年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2009の、 ドリーム VSSRC 対抗戦で、三崎和夫と対戦。打撃でダウンを奪うと、パウンドで TKO 勝ちを収めた。2010年1月30日、ストリックフォース初参戦となった、ストリックフォースマイアミで、ロビーローラーと対戦。パンチの連打とローキックでローラーを優勢に攻めていくが、腕が下がり、顔面が開いた瞬間に、カウンターの右フックを受けダウン。 続けざまのパウンドで小負けを喫した。2010年5月29日、イッツショータイム 95kg 級タイトルマッチで、タイロンスポーンと対戦予定だったが、スポーン欠場のため空間先と無差別級で対戦し、小負け。2010年7月10日、ドリーム15のライトヘビー級王座挑戦者決定戦で、水野達也と対戦。序盤打撃で優位に攻めるが、 水野日パンチでダウンを奪われ、グラウンド状態からのアームロックで一本負け。2012年3月31日、1FC3 で中西義行と対戦。1R2 分過ぎに、両者の足から出血が見られドクターチェックが行われた。マヌーフはすねが割れて出血が見られ、中西も膝から出血していたため、リングドクターが両者試合続行不能という判断を下し、試合は ノーコンテストとなった。2012年12月31日、ドリーム 18& グローリー4で、デニス・カーンと対戦。カーンがマヌーフをラッシュで攻め立てるが、その際に、マヌーフが膝蹴りを腹部に打って、ダウンを奪い、一シコ勝ちを収めた。2013年6月8日、KSW23 にて、マメット・ハリドブと対戦し、ギロチンチョークで 1R1 本負けを喫した。 2016年5月20日、ベラトル155のベラトル世界ミドル級、タイトルマッチで、ハファイル・カルバー・リョと対戦し、1から2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2017年4月8日、ベラトル176のベラトル世界ミドル級、タイトルマッチで、ハファイル・カルバー・リョと再戦。左ハイキックで小負けを喫し王座獲得に失敗した。 2017年10月29日、WFL マンホーフ VS ボンヤスキーにて、レミー・ボンヤスキーと対戦。4度目の対戦にして初勝利を挙げた。キックボクシングはこの試合で引退し、総合格闘技に専念すると発表した。ありがとうございます。